日高自動車道は、北海道苫小牧市を起点とし、北海道日高郡新日高町を経由して、北海道浦河郡浦河町に至る、予定の国土交通大臣指定に基づく、高規格幹線道路である。一般国道235号に路線指定されており、日高道と略される。2021年現在は、日高厚市がインターチェンジまで供用中。 高速道路ナンバリングによる路線番号は E63 が割り振られている。1998年に暫定2車線で共用開始されたが、その後付加車線を整備する事業が2012年度より事業化されている。前線が事業中区間であり未開通。開通予定は未定。上記3区間と異なり、第1種第3級。 設計速度時速8 0 k m に車線で計画されている。ニーカップインターチェンジ静内 IC 間について、北海道が公表した津波浸水予測区域を回避するため、内陸部へルートが変更された。全長約 41km で、日高自動車道で最後まで残っている、唯一の未事業各間、IC 番号欄の背景色画である部分については、 道路が共用済みの区間を示している。また、施設名欄の背景色がである部分は、施設が共用されていない、または完成していないことを示す。未開通区間の名称は仮称。24時間交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成。ありがとうございます。